ウェルター級の3回戦、佐藤ルミナ対ヨアキムハンセンの一戦。さあ組みついたのはルミナ、そしてテイクダウン、まずテイクダウンを取りました。ここでじっくり攻めてほしいですよね。世界ウェルター級6位佐藤ルミナ、そして一方ヨアキムハンセンは世界ウェルター級8位です。あのヨアキムハンセンの方が細いように見えますけど、パワー自力すごいですからね、はい、かいな力で、あとリーチですよね。あ、なるほどね、まあ、身長の方はヨアキムが177センチ、佐藤ルミナは167センチ。ヨアキムハンセンはあの12月の去年 NK で匠に勝利、はい、もう柔らかいですね。あ、この足の具合、あ、この右左、いい感じですよ。バックを越えました。そしてヒールホールドに行ったが、どうだ、さらにあっと上からパンチだ。ヨアキムハンセンがあっとヒールホールド、膝十字から、さらにはヒール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 、ルミナのヒールだ。どうだ、決まるか、まだ完全じゃない、抜けた、抜けました。一度しっかり、もう一度さらに足を抜いていく、ね、向こう側何を狙うか、ルミナ今度はアンクルです、ね、アンクル狙い、アンクルを狙う。あ、これ入ったんですか、膝十字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 、膝が回って、膝が回っているが、ヒールヒールヒールに変わっている。ルミナのヒールホールド、ヒールホールド、あのリーチ長いから気をつけた方がいいですよ、ハンセン。ここからのパンチ届きますからね。おっと、パンチ落とす、パンチ落とす、まだ見えてます、まだ見えてます、ハンセンの左。ここもう一度ダーブを取り直してもいいんじゃないですかね。仕切り直した方がいいですね。あのこだわりすぎると、なるほど、ないですよ。おっと抜けたか、まだ抜けたか。おっと右のパンチ、ハンセンの形相変わった。あっと右、おっとルミナ止まった、ルミナ止まった、ルミナ止まった、ハンセンの左、左、左、右、右、左、顔面を押さえる、顔面を引いてると思います。ダーブを打たれ続ける、戻さないと、これは足を取ってるんですか。固まってても殴られるだけですからね。これは足にかかっているんだが、ハンセンの左が振ってくる、ルミナの顔面を襲っている。左右のパンチがルミナの顔面を砕いていく。さあ、危ないです、ね、さらにさらにハンセンがルミナの顔を殴る、殴る、殴りつける。あっと、ここで止まった、タオルも入った。ヨアキムハンセン、ルミナを粉砕しました。いや、驚きました。1ラウンド2分9秒、ヨアキムハンセンテクニカルノックアウト勝ち。サモンさん、はい、あのルミナが足関節、はい、必要に行きました。そうです、ね、決まらなかったんですかね。いや、やはりあの足の長さ、あのあとパンチですね、思ったところより届いてると思うんですよね、彼が思ってるよりも。膝十字ではちょっと角度が、あの早く判断して離れるべきだと思います、はい、いや、驚きました。ヨアキムハンセン、佐藤ルミナから1ラウンド2分9秒テクニカルノックアウト勝ちです。完全勝利です。